中島めぐみの進化論。世界の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。中島めぐみです。いよいよ私の5枚目のシングル神様のいたずらがリリースされました。ありがとうございます。イエーイ。皆さん聞いていただけましたでしょうか。いやいや、とっても嬉しいです。10月のレコメンソングはもちろん神様のいたずらということで、先週から2週にわたってセルフレビューをお届けしています。今週はジャケットや PV などのビジュアル編ということで、もしある方はぜひ神様のいたずらのジャケットブックレットをお手元にこう用意して、それを見ながら聞いてくれると嬉しいです。そしてですね、もちろんお知らせがございまして、もういよいよです、いよいよ行われます神様のいたずら発売記念プレミアム握手会。実施エリアは東京、名古屋、大阪、広島、福岡。握手券は配布対象店舗で神様のいたずらをご購入いただいた方に先着でプレゼントいたしております。対象店舗は中島めぐみ公式サイトをご覧ください。こちらは封入特典ではありませんのでご注意ください。なお予定枚数が終了している場合もございますので、あらかじめご了承ください。会場はですね、東京会場が10月30日日曜日14時から楽和ガーデンステージ、大阪会場が11月4日金曜日19時半から大阪ドーンセンターパフォーマンススペース、広島会場が11月5日土曜日13時からアニメイト広島、福岡会場が11月5日土曜日18時から九州ビジュアルアーツ中ホール、名古屋会場が11月6日日曜日18時から栄ガスビルということになっております。もう東京がね、これがアップされる28日からだと、あさってです。30日に東京を皮切りに、全国へ行くので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、セルフレビュー第2週目ということで、今日も最後までお付き合いください。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りする癒しのプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。先週から2週にわたってお送りしております神様のいたずらセルフレビュー、今週はジャケットなどのビジュアル編ということで、まあ、オープニングでもある方はぜひブックレット見ながらなんてお話をしましたけれども、皆さん見ていただけましたでしょうか。初回限定版がね、これは何帯というの、すごいね、まるっと CD を包み込むぐらいの長い帯がねついてて、もちろん玉揺らの絵がこうありまして、ちょっとミシン目が入ってるから切り離すと着せ替えブックレットっていうか着せ替えジャケットだジャケットになるんですよ。で、表の方がですね、僭越ながら中島めぐみアップで写っておりますだってジャケットでアップってドアップ初めてなんですよ。だってこれさ、髪の面積をさ、ほとんど顔がね占領してるよ。いいのかな。でも嬉しいです、こういうことってあんまりないので、こんなドアップのね巻き帯をねこう外しますと、ブックレットがトトーンと出てきます。これね、すっごく素敵な民家で撮ったの。スタジオじゃなくてというか、まあスタジオとしても使えるんだけど、実際に住んでらっしゃる人がいまして、そこをお借りして、お部屋だったりこういったお家の外観だったりお庭をお借りして撮影をしました。これもね、実は夏に撮っているんですけども、まあ、光の具合がね、これね、みんな見てもらえると分かるんだけど、ジャケットがね、お家の外でこうツタが絡まっているの、壁に。そこにねこう光が当たってるんだけど、その光の具合がね結構スタッフさんのとの間で結構重要で、夏感がここに出てるの。秋だとねこういう風に太陽が当たってもね木の色が変わるんだけど、まだすごく緑な感じなの、そこが好きなの。こうね、季節感、懐かしさですね。先週も曲の中にそういう残暑の匂いっていうのを話したけど、ジャケットでもそういうのが再現されておりまして、でね
なんかすごいの、なんかってラップかみたいなすごいのいいの、なんかねもうほんとねストーリー仕立てみたいな感じになっているんですよ。まあ、それが自分なりの解釈なんですけども、どういうストーリーになっているかと言いますと、まあ、ぜひ見ていただきたいのでちょっとだけお話しすると、あなたを待ってるんですね。あなたを待ってるんです。お家でねあなたの帰りを待ちながら、まあ、光が差し込んでいるので昼下がりって感じですね。こう今何してんのかな、どの辺にいんのかな、あご飯何食べんのかなみたいなことを考えながら窓辺に体育座りをしてみたり、お庭に出てみたりしつつの、このブックレットの一番最初のページ、ジャケットね、ドアの前に立って、お帰りなさいあなたでございますよでございますよからのなんだけど、から私がねこうイメージしたのは、写真をね撮ってくれるの私の、なのでカメラ目線の写真は基本的に私はあなたが撮ってくれた写真と捉えていまして、まあ、お庭でねちょっと記念写真撮ろうよなんて言って、ちょっとそこに立ってみて、えやだ何撮んのみたいな、もうちょっと自然に笑ってよみたいな、え、うん、こんな感じカシャみたいな照れくさくなってきたけど、まあ、そういう感じのイメージ で中にね、初回限定版の中にポラロイド風の、これなんて言うんだろう、ブロマイドがね入っているんだけど、これねあなたが撮ってくれたっていうイメージなんですよ。で自分で直筆で書いた文字を印刷してもらったんですけど、まあ、その文字は何かは今言おうとしたけど、ぜひ見てからのお楽しみっていうことがいいね。まあ、なんていうの、メッセージ的な感じで、まあ、常にあなたの隣にいるよっていうのを全てで表現した感じのジャケットになっております。なんか私の妄想が炸裂してるみたいになってるけど、でもこれは私だけじゃないからね、この CD を作るにあたってスタッフの皆さんといろいろお話しした結果のこのお帰りなさいのイメージだから、決して今私がねこれがあーでって一人で妄想してるわけではございません。まあ、みんな同じ気持ちを持ってそういうコンセプトに向かって撮影したジャケットになってるので、ぜひぜひ見ていただければと思います。そして、初回限定版には DVD がついてて、そちらには神様のいたずらの PV がもちろんフルで入っています。 PV は竹原で撮ってきまして、一番の見どころとしては竹原の風景、もう本当に山と海がどちらもあって、でいろいろ石畳の街だったりとか、そういう竹原の良さがギュッと詰まっているし、なんと友情出演的な感じで竹原に住んでいらっしゃる皆さんの方にも出演していただきました。なのでそこがもうすごく見どころになってます。見るだけでこう竹原に旅をしているような気持ちになれるので、ぜひぜひ PV を見てほしいなと、でぜひ皆さん実際に竹原に遊びに行ってほしいなと、もうご飯も美味しいし空気も美味しいし、たくさん見どころがあるんで、ぜひぜひぜひ竹原遊びに行ってみてください。ということで今週はビジュアル編お送りいたしました。いかがでしょうか。私のテンションも最高潮、なぜならリリースされたばっかりだから。ということで、末永く聴いてもらえるシングルになるといいなと思います。これからもぜひよろしくお願いします。ということで本日はここまで。中島めぐみの進化論。一緒に紅葉でも見に行こうよなんちゃって、中島めぐみの進化論。今回のジングルボイスはハンドルネーム AI3 さんからのリクエストでした。ギャグテイスト絡めてみましたとのことです。ギャグテイスト絡めてもらったのに、私途中で本当に恥ずかしくなっちゃって、マジテレなんちゃってになっちゃった。これで大丈夫だったかな、それとも行こうよなんちゃって、あれなんでこのポーズになってるの、すごい変なポーズしながら行っちゃった、そういう感じが良かったのかな、大丈夫でしたでしょうか。ね、紅葉ね、あれそろそろ色づいてくる頃かしら。去年の私山中湖で紅葉を見たよ。今年はぜひ竹原に行って
紅葉を堪能したいなと私は思っております。その際はぜひ皆さん神様のいたずらを聞きながらドライブとかいかがでしょうか。どうでしょうか。なんで最後の推しがこれなんだみたいな。まあ、ぜひ聞いてください。ということで今週もありがとうございました。進化論では皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしております。ぜひ神様のいたずらの感想メールお待ちしています。ぜひぜひ PV だったり楽曲だったりこんなことを思ったよっていうのを送ってください。アドレスはmamegu@stardustmusic.co.jp mamegu@stardustmusic.co.jp です。それでは今週の中島めぐみの進化論この辺で、10月30日からは握手会ということで全国の皆様会えるのを楽しみにしてます。いってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。待ちきれない。